もちさん。うん、かっこ。こんにちは。午前中ね、銀行回り、郵便局、耳鼻科でしょ。もうめっちゃ回ってきて、ほんでスーパーもちょっと行って、さっき帰ってきて、もう寒いと思ってめっちゃ着込んで行ったら、結構帰ってきた時に汗だくで、でも家の中が寒い、キッチンが特に。もうスリッパどこで脱いだかわからなくて、片方しかなくて。で、買ってきたものはヨーグルトと純正生クリーム。セルフレジの方が空いてることが多いんで、そこに並ぼうかなってすごく迷うんですけど、セルフレジがめちゃくちゃ苦手で、なんかカバン置いてるのにカバンつけてくださいってこう表示がなってて、カバンつけてんねんけどなと思いながらも、なんか何回もなったりするんですね。あと同じ商品が2個入りましたとか、なんかエラーが出て、いちいちこう店員さんを呼んでね、鍵をピッピッてしていただいてボタンを押していただかないといけないみたいな、ほんとご迷惑かけてしまうことが多くって、もうこの今日2つしか買ってこなかったんですけど、なのに今日店員さん呼んでしまって、ほんとごめんなさいとか、頭に変えて、ほんとドキドキした。ちなみに今日の朝もね、さつまいもを食べたんですけれども、コメントで教えていただいたように、塩水に少しつけてから炊飯器で炊くとすごく甘みが増しますよということで、やってみました。美味しかったです。教えてくださった方、本当にありがとうございます。お掃除します。スリッパどこ行ったの？ほんまに。娘のね、スリッパはここにあるんですよ。よいしょ、ほら、ほこりの集合体。もういや、ちょっと掃除機当てます。太めの立派なしのウィンドブレーカー。昨日もソファーで、はい、寝てまして、朝まで。今日はね、娘のね、友達が来る予定になっていて、ちょっとお部屋がもうと汚いんで、あ、もう時間ない。あららら、またね、この集合体が。夜は夜中、よく、よく見せ。はい、うちのスリッパ、どこ行ったの？ご存在の店やで、はい、袖がね、ここで止めて、先にちょっと下準備だけしちゃいます。よいしょ。あ、チキンバターカレーのチキンをちょっと下準備だけして、あと煮込むだけの状態にしていこうと思います。夫がね、皮がちょっと苦手で、揚げたりしたら食べれるんですけど、覗いておきます。子供の口に合わせて一口大に切って、わーお、急いだね。それカレー粉と、これね、ヨーグルト1個しかなくて、2個欲しかったんで、もう1個買ってみました。あとマヨネーズ、あとニンニク。で、今日はニンニク入れてみます。じゃがりこ1本分ぐらい、それーと、よいしょ、ダルビッシュぐらいがもうベストで、ヨーグルト、プレーン味も全量。じゃあそうしましたらば、2個分入ったヨーグルトはたっぷり量で、もう肉が見えなくなるぐらい盛ります。カレー粉、わー、こぼれてなくてよかった、セーブ。え、もしかして破れた系？うわ、ピンチ、わ、こぼれた、最後。あらま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 、ちょっとこっちこっちゃいます。こんな感じで袋を端端、ビニール袋についてるみたいにしてから、もう一重にして、夕方まで放置で、はい、いつもね、京都レモネードを選ぶことが多いんですけど、今日
炭酸入れてちょっとスキッとしたかったんで、ダブルレモン。炭酸、美味しい。よいしょ。それ。ちなみに炊飯器で料理を作ることが多いんですけども、匂いとか気になりませんかってご質問をいただくんですけれども、私鼻が悪いのか匂ったり気になったことは今までないんですが、ただ月に1回クエン酸とかで炊飯して、月1、いやそんな決めてはないんですけど、気が向いたらクエン酸で炊飯器段を洗ってます。次ご飯をちょっともうセットしておきます。よし、今日は午後用意してターメリックを入れてイエローライスかを作ります。うわもうあかんわ、時間ないわ。でいつもはターメリックだけだったんですけど、少し味がついた方が美味しいのでコンソメを少し仕込みます。で、ね、これで炊きます。5時20分に炊けるように予約しました。さあお迎え行ってきます。お迎えダッシュで行ってきます。はい、やばい、もうすぐ7時です。急いでカレー作ります。ね、いつもカットトマト使うんですけど、間違えてこっちホールトマト買ってきてます。同じ段にあったので間違えちゃった。で、まあ両方どっちでもいいんですけど、崩せばいいだけの話なんで、カットトマトでいつも作ります。まず火をつけたらバターを入れます。もうこれ全部入れちゃいます。何グラムくらいあるよ、80グラムくらいかな。ニンニク、じゃがりこ1本分じゃがりこ1本分や、いくよ、ほら、いい感じ。よし、カットトマトいつもは、はい、お、かわいいじゃん、レッサーパンダ一缶で作るんですけど、明日お休みなので、お休みの日の朝昼までいけるぐらいの量作りたかったので、今日は2缶使います。もったいないのでちょっと水入れて全部使います。で、ちょっとホールトマトなんで潰します。お昼漬けといた鶏肉の胸肉とヨーグルト漬けですね、これ全部入れます。この時点で美味しそう。やるのかやらないのかどっちなんだい。お肉に火が入るまで煮込みます。何これ、カレー。よいしょ、ちょっと休憩。少し煮詰まったらカレー粉大さじ1ぐらい入れます。生クリームを全量入れます。そしたらコンソメ大さじ2ぐらい入れます。最後に少しお砂糖で整えます。始め、
ご飯が炊けました。サフランじゃなくてターメリックや。よっしゃー、あ、いい感じでちょっと固めっぽい。はい、これやって、はい、ここにやって、そう、寝そべらない。何の音？何が落ちた？え、何が落ちた？何が落ちた？なんか落ちたよね。はい、これやって。もういいわ。後でママ探すわ。ありがとう。いいよ。ありがとう、ありがとう。危ないから。はい、ありがとう。やばー！何？喧嘩しないでよ。はい、カレーできました。食べましょう。夫もちょうど帰ってきたので、今着替えてるので、ちょうどみんなで食べれる感じです。はい、大盛り。お腹減った。お腹減ったよね。ママもめっちゃお腹減ってんの、今日。子供用のカレーです。はい、これ持っててください。ドレッシングがすだちポン酢と日向夏ドレッシング、これ美味しかった。長女がごまドレで、去年からのシーザーサラダ。食べまーす。今日誰？当番。はい。せーのがさ、はい、いただきます。サーフィンしに宮崎に行きたいわ。あ、それもコメントでいただいた。そう、サーフィンのスポットあるんで、ぜひ来てくださいって。え、マジ行きたいね。わかる、めっちゃ行きたい。宮崎まだ行ったことない。ちょうど宮崎行ったことない。行きたいな。行きたいな。サラダだけ宮崎気分味を。え、これ宮崎やんな。うん、うん。あ、ちょっと待って、お茶もなくなるからちょっと沸かしてみます。あ、落としたやめとき。オッケー、いや大丈夫大丈夫。あ、ちょっと待って、やめといた方がいいよ。5秒とか4秒経ってるから。3秒ルールやもんな。洗おうか。洗っておいで、洗っておいで。それかママのと変えて。あれ3秒ルールってなんかテレビで言ってたけど、あれマジ3秒はセーフらしいよ。ほんまに？ほんまに、なんかテレビで言ってたもん。パパもあげようか。食べる、食べる、ぬるいよ。食べる、あげる、あげる。はい、これどう？あ、いいよ、食べな。まだあるし、ハムは。でもまずはカレーとかを食べてだよ、分かった？これ熱い、熱い、ガンガン熱い。圧力鍋で作ったし。いや、あとで。熱いけど美味しい。美味しい、美味しい、めっちゃ美味しい。めっちゃ美味しいやって、よかったよ。すごいやん。取れない。めっちゃ嬉しい。いや、服つかへんから大丈夫かな。さっき言ったことは、もしカレーが出ても自分で処理してる。パパはね、白のものがね、汚れるとね、非常にうるさいからさ。ちょっと脱いどくわ。脱め白は。あっ、ねえパパ、白からそのように脱いだけど、変わらんくない？いや、まあでも何でそんなマドリフかみたいな感じなん。白知ってた。黒のなんかあったやん、あれ着てきたらいいやん。あんな食べてくれると嬉しいわ。うん、ご飯おかわりしたい。いっぱいあるよ、ママ5個炊いてるから。おかわりするわ。はい、どうぞ。あ、めっちゃ大盛りやん。え、めっちゃ大盛り。あれ、ご飯いる？どれぐらい？大中小。でっかい。でっかいの？はい、でっかい。ちょっとフーフーしてからにしよう。あ、でもさっきよりはそんなにガンガン炊いてないよ。顔ばっかり見てるけど、右のポケットの下に白い大きい、そう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 、そういうの。靴下にもな、毛玉ついてんだよ。見てみーや、右の足の甲、足元、そういうの気になんねん。そうそう、鼻の中もチェックして。手足は、どういうの？50度、50度。掃除すんねん、行ってから。掃除してない人みたいな感じでしてきてくるけど。うわっ。
ちょっと待って。うわ。あのさ、鼻毛のケアぐらい一人で育ててよ。見て。ちょ、待って。ちょっと面白い。ちょっとほんまやめてって。どうするんや、抜く。ちょ、ほんまとなんどいて。ちょ、マジ恥ずかしい。ちょっと今、おがましいなと思ってんねんけど、その毛抜き、ちょっと言いにくいねんけど、あたしのやめに。ちょっと待って。今俺何も知らんと抜いてたけど。俺これ、3年ぐらいずっとこれ使って。俺ずっとこれ、え、気づいてなかった次。よく置き場所変わってたよ。俺も毎回こう。眉毛とか、やってんかなと思って。私眉毛とか抜いてんねん、ここに置いてて。俺、これはマジで3年ぐらい使わせてもらってんで。いや、だから俺、いつもここ。ジルやんは、寝箱のついてたら、ジルやん。うわ、いった！ごめん、私ちょっとこれ苦手やから解散するわ。やばい。だから毛抜きで抜くから。もうやばい、電車電車。もう早すぎやん。いや、汚い。ちょっと、もうやめて。いや、あまりにも衝撃が多くて、止めれへんねん、この右。カメラを止めるな状態やで。あったな、そんな映画。カメラを止めるなって。止めるな状態やね。ごめんやけど。ゾンビやん、俺。なんか、俺ゾンビやん、そして。でも私言うやん、ちゃんと出てたら出てるよ、L 字型にって。L 字型屈折してるやん、俺な。もうここで切るから。おはよう行って。でもまあまあ、ケアすることは大事やからな。